はじめまして、シャキです。今日は、亀太郎家の家族の一員であるトイプードルたちを紹介します。ある日、ペットショップで一匹のワンちゃんに出会いました。私は、そのワンちゃんに一目惚れ。我慢できずに、お迎えしてしまいました。店では、おとなしかったのですが、家に迎えてみると、やんちゃで元気いっぱいの男の子でした。137g と 140g の小さな赤ちゃん。こんなに小さくて大丈夫かと心配になるほどです。生後3日目 175g と 190g になりました。一生懸命におっぱいを飲んでいます。初めての出産なのによく面倒を見ています。少し大きくなったかな。161g と 278g になりました。一匹がすごい寝方をしています。生まれて6日目でこんな寝方をするんですね。ママの胸で気持ちよさそうに寝ています。生後8日目 296g と 312g にありました。出産してからパパは暇しています。一人孤独なパパ。生後14日目 412g と 415g になりました。だんだん同じ重さになってきました。この日少しだけですが、目が開きました。生後15日目、435g と 428g になりました。ついに、体重が逆転しました。昨日より、大きく目が開いています。生後16日目、471g と 452g になりました。完全に目が開きました。生後18日目 518g と 493g になりました。2匹がくっついて寝ています。めちゃくちゃかわいい。生後19日目 530g と 509g になりました。559g と 524g になりました。少しずつ立てるようになってきました。撮影のために
ここに置きましたが、床だと滑ってダメですね。30g になりました。元気よく遊んでいます。あ、閉めちゃった。何してるの？この子、閉めちゃったの。75g と 675g になりました。2匹で仲良くレスリングの練習。バッグを取りました。産後32日目 806g と 702g になりました。新刊はママさんです。こんなお顔をしています。今回の動画はここまでです。亀太郎家のトイプードルたちの紹介でした。トイプードルとの出会いから出産までを紹介しました。また時間がある時にでもこの続きを紹介しますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。